2番目の問題、はい、2問目じゃない2問目いやもういいのはい、じゃあ2問目、タイトルは固くなな男で、問題は、プレゼン中の男は女に、聞こえませんと言われた。その場男は、その場にいた全員に謝ったけど、声の音量を上げることはなかった。マイクの不具合もなかったという。一体なぜ？そのあれを説明すると、まあ男性がまあ会社でプレゼンしてると、うん、でその時にマイクの問題もなかったよ。だけど女の人に声小さいよって言われた。で言われて、その男の人は全員すいませんと謝ったと。で、まあ、もう一回簡単に言うと、うん、ある男がプレゼンしてんねんけど、うん、女に聞こえませんって言われた。聞こえませんな、そのまま。ああ、で男はその場にいた全員に謝ったけど、ああ声の音量を上げることもなかったし、うん、別にマイクの不具合もなかった、うん、はい、いいですか。はい。その女性は、うん、その距離とか、その席、うん、席か分からんけど、その距離は遠かったですか。ああ、つまり聴衆の中にいて、はい、でまあ、近くにいるか、遠くにいる、遠くにいましたから、まあ、この女はプレゼンの聴衆者ではない。別に聞きに来てておるわけではない。女は、それはなんか、うん、動画で見てましたか。動画は関係ない。関係ない。え、めっちゃムズなってない？1問目これで難易度に。そこの会場の規模はどれぐらいですか？ちゃうわ、どれぐらいですか？ちゃうわ。大きいですか？大きいですか？大きさは書いてないけど、多分関係ないと思う。でも一人の女性が聞こえませんって言ったもんな、うん、すみません、よく聞こえませんでしたって言われた。けど別に男はあの声の音量を上げることもなかったし、マイクの不具合ないから、まあ、そのまま続けた。その女の人はなんか難聴とかそういうのではないんですか？の難聴ではない。その女性は、うん、その人の話を聞いてなかった？いや、そういうわけではない。どういうことや、ね、これ俺でもわからんわ、初見は。これじゃあ、ヒント欲しいよな。ヒントか。これはなんかむずいぞ。うん、現代あるある。ああ、現代あるあるか。そうだから、現代ほんまにここ数年あるある。現代あるある。でも現代あるあるって難聴リモートじゃないんですかね。そうだから、10年前20年前には起こりえなかったけど、今やったらよくあること。わかった。はいはい。多分その、例えば10人、俺の中では多分その人が喋ってんねん、こうリモートで、うん、でその時にたまたまその女の人の携帯が不具合で一部聞こえへんかって、うん、大事な内容な。でそれに対してこういきなり戻ってバーって、それで女性がすいません聞こえませんでしたって言って、で男の人はそれに対して、はいはい、あ、電波が悪かってんなっていうのに対して一人ずつこう、うん、あ、ごめんねごめんねって言って、だから音量上げんでもええねん。なるほどね。内容はのだから間違ってるけど、うん、ただ着眼点はいい。リモートみたいな、なテクノロジーっていう観点で言うたら正解。ああ、だから、うん、リモートじゃないところでまあよくありがちなんだけど、電話ですか？イエス。え？グループ通話しててってことですか？ノー。え？電話の電波が悪くなったからじゃない？ノー。
でもすいません聞こえませんでしたって女性が言ってんねんな、うん、そこやねんな、そこが重要やねん、そこが一回再現してみよう、リモートで。なんでやねん、自分が言ってます。リモート関係ないけど、うん、俺がすいません聞こえませんでした、うん、って言うとお前が一人一人にすいませんすいませんって頭下げてんねん、やけど音量上げてへん。あ、待って、その人だけ電話でしてたってことですか。いや、プレゼンは対面でやってる。でも電話っていうワードはイエスなんですよね。重要。でも最初にその人はその場にはいてないって言ってたっすよね。確か別のとこで聞いてるんで。いや、ちゃうちゃうちゃう。それ言ってない。それ言ってない。なんて言ってたっけ。その場に聞きに来てるわけだよね。聞きに来てるわけではないけど、俺その女性は途中参加ですか。どう、最初から参加した。聞きに来てるわけではないってことは、これだから電話をその人とは電話してないけど別の人と電話してるのを聞いてるみたいな。どうではない。電話っていうワードがちょっとあれが今引っ張られすぎてるかも。電話って具体的に今どれをイメージしてる。スマホ。それやったらその通りで。スマホでイエスなんですよね。まあ、スマホはイエスやな。スマホ関係あるイエス。でも電波障害は俺あると思う。電波障害はどう。スマホですいませんでしたよ。すいません聞こえませんでした。立ってろ、もしもしっつって、あ、すいません聞こえませんでした。その人の滑舌が悪かった。どう、電話は、まあ電話はイコールスマホなんですよね。うん、だから解釈で、OK、だから電話するとかじゃないんですよね。スマホって考えたらいいんですよね、もうここから、うんうん、スマホやん。だから電話するはもう動詞じゃなくて、まあ、その物の名前とか、うん、物の名前、そうそうそう、だからスマホの、これは結構な発想っていうか、動画ですか。どうじゃないよな。だってでも電波障害でもない、でもスマホはスマホ、そうで、プレゼン中に途中ですみません聞こえませんでした。あれっすか、もしかしてそのスマホはまあなんていうの、動画じゃないから、その女の人が聞いてませんでしたって女の人が使っててみたいな、使っててなんか音楽かなんか聞いてて聞こえへんかったみたいな。ああ、どうやな、あ、そういうことか。プレゼン中に音楽聴きながらその人のあれを聞いてるってことは、どうやな、どうちょっとちゃう、携帯を見ててってことですか。女の人はスマホを使っていましたか。No。 ああ。女の人はスマホ使ってへんの。じゃあそのプレゼンの人が使ってたってことですか。使ってはない。使ってはない。うわ、なんかめっちゃ難しいけどおもろい。なんか脳内ふわふわしてきた。ふわふわ。おお。電話の音が鳴って聞こえへんの。プルルルっていうその着信音。ああ、それはノーやね。それはノー。電話の音っていうのは今一瞬だけ近かった。あ、目覚まし時計や。目覚ましではない。え、着信音は関係しますか。着信音は違う。電話の音、音。すいません聞こえませんでした。あ、わかった。わかった。プレゼン中に、うん、その女の人の携帯が着信になってんや。ちゃなんかプレゼン中に誰かの着信が電話になったんや。でなってん、その例えば A さん、隣女の横におった A さんの携帯にプルルルって電話になったんや。で、その音がでかすぎて
プレゼンしてるお兄さんの声がそこでちょっと消え去って、大事な部分、うん、それに対してすいません聞こえませんって言ったり、それはノーやな、何が正解やねこれは結構むずい、ちょっと難しいね、もう一個ヒントください、ヒントもう一個ください、これはだからその携帯のとこで詰まってるんですよ、ダンボクラ。そう、あそっかそっかそっか携帯とそのな何が結びづらい、女の人ってちゃうか、今までその俺らが言ったの整理したらどうなる、整理一回整理しよう、今まで俺らが言ったあれを、だからスマホは関係してるんですよ、そうスマホは関係してんねん、で電話の音も関係してるんですよ、だからそれはイエスってなってて、そうスマホと電話の音は関係してるな、そうやろ、でそこだけやもん、ね、でもなんかすいません聞こえませんでした言うたけどな、そうゲームしてるわけでも音楽聴いてるわけでもないし、どうする次の大ヒント、いやそのヒント言ってしまったらもう正解に近づくってこと、めっちゃ近づく、だいぶ近づくな、それ以上なんか絞れるようなヒントは、いいヒントは見つからない、観客聞いてる人は他にどれぐらいいるんですか、多分結構いるんやろうけど、ただ規模とかは書いてます、でも結構ってすいません聞こえません、でもリモートじゃないもんな、そうリモート対面でやってる、それですいません聞こえませんでした、でも電話そこに関して電話の音が関係してる、その人は外で聞いてたってわけ、ああいや多分室内とかとそういうことは書いてへんから場所はあんま関係ないんだから、そのすいません聞こえませんでしたっていうのはその男性に言った、そうプレゼンしてる男の人に電話の音っていうのが多分なヒントやねん、それはカメラに関係してます、カメラは関係ない、うん、すいません聞こえませんでしたって言ってる、アプリとかも関係ないですか、あーアプリは近い、おおやってきたアプリ、アプリで音鳴るってことですよね、そう音の鳴るアプリ、ゲーム、ゲームはノー、ゲームはノーなんですよ、でもそれやったらさ音楽アプリしか思いつかない、音楽もノーですもんね、音楽はノーで着信音もノーなんですよね、そう着信音もノー、アプリで通知音とかですか、通知音ではない、その女性の携帯が鳴った違うな、ってことは他人の携帯が鳴った、すぼれてきた、他人の携帯、でも俺他人の音が、他人のそういう携帯の音がでかすぎて大事な部分が聞き取れへんくてすいません聞こえませんって、あなたの携帯の音がでかすぎて聞こえませんって言ってるんじゃない、違うな、あれですか、音っていうかバイブ音ですか、ブーって、バイブではブーじゃないか、だから男性がプレゼンしているマイクのところに音が入り込んでしまったんじゃない、あそれですいません聞こえませんって、だから音と男性の声が重なり合って若干聞き取りにくくて、はいはいはい、だから言うたらスピーカーからも聞こえるし隣からも聞こえるやん、だからすいません聞こえませんって言ったんだよ、いやちゃうな、ちゃうなんかな、ちょっと惜しいけどあることとあることが結びついてへん、これが大大大ヒントの手前の今言えるベストなヒント、大大大ヒントやって、多分そう、まあ、大体大ヒント言うたらもうなんか瞬時に分かる気がする、あることとないことが結びついてないで、あることとあること、だから今何だっけ、今整理するために人と言ってくれたやんか、ああその内容のどれかとどれかが結びついてへん、マイク
それはマイクですか。マイク自体ではない。マイクの接続ってことですか。それは、うん、そのノーや。ノーか、うん。じゃあもう次のちょいヒント言うで、何と何が結びついてへん、うん、ある音とすいません聞こえません、これを結びつけたら分かる気がする。ある音とすいません聞こえませんが実は一緒。ある音ってその音ですよね。そう、音やな。すいませんとある音が結びついてないやな、うん、だからそれが一緒って思ってもう一回状況を整理してみて。バイブの音とすいませんの音が、あ、バイブではない。すいませんとある音が結びついてないってこと。一緒が一緒ってこと。一緒のこと指して。すいません聞こえません、すいません聞こえませんと、ある音、ある音っていうのがもう正解に近いの。あ、え、そのスマホから何か流してたわけでもないですよね。流してたっていう表現やと罰やけど、うん、その状況は近い。スマホで、スマホっていうかスマホでなんか BGM 流しとったんちゃう。で、それがマイクじゃない、拾ってないから、そのスマホ自体のとこからしか音が出てないから聞こえませんでしたってことです。それはノーや。だから、あるそう、すいません聞こえません、でもそれ以外の人らは聞こえてるもん。聞こえてるな。その女の人だけ聞こえへんかったよな。いや、女の人はでもすいません聞こえませんって、でもそれ以外の人聞こえてるってことやもんな。そのプレゼンが聞こえてるな。なんでそいつだけすいません聞こえませんって。じゃあもう一回状況整理すると、うん、まあ多分今まで言ってくれたことをと要約すると、うん、まあ男がプレゼン中にある音が鳴ったと、うん、で女の人は聞こえませんと、うん、でまあそれがあったから、あのプレゼンターの人は、まあ、すいませんって謝ったけど音下げることはしてなかったし、マイクも不具合ないから帰ってで。さっき言ってたヒントは、そのある音と女の人の聞こえませんは一緒。言えることはここまでかな。これむずいな。じゃあ大ヒントいく？うん。女の人は電話の中にいます。電話越しってことですか。電話越しはの、うん、でさっきさ俺が途中で言ったヒント、うん、現代あるある、人の話を聞いてなかったからさ、現代あるある、テクノロジーという意味では現代あるある。ああ、分かった分かった。シリや。正解。シリか。シリがすいません、そう、そうプレイ中にその音がバーン聞こえて、聞こえたからで、スマホから流れてもだから男の人はあの全員に謝ったけど、マイクの音が別に不調っていうわけでもないし、あのそう、そこはいかれたな。シリやろ。正解。シリ。あれ。しゃあ。シリは頭になかった。え、なんかそのやろ、なんか頭の中に、うん、現代あるあるって言われて、なんかで電話の中って言ったやん。そうで、なんかその瞬間思ったんが、すいません聞こえませんでした、でもお、めっちゃおかしいなって思う途中から、うん、男性謝ってるやん、うん、女性電話の中、シリって女の子や、うん、だからその子がすいません
聞こえませんでしたって言って、だからそれはあれやろ、すいません聞こえませんでした、もう一度言ってくださいって Siri 言うやん。それと一緒で、あ、 AI なんやと思って、ちょっとそう寒気したいし、それが正解、普通に女の人だと思ったやろ、多分俺もそう思ってたわ、人間やと思う、女って言われたら人間の女の人ってなってたか、多分スマホはーってなってスマホの音をはーみたいな、スマホから流れてるけどバイブでも着信音でもない、それはな、はーになるよ、あ、そうなんや